ステファン・デ・ニフルは、オーストリア、チロル州出身の自転車競技選手。2007年、エルクハウス・シンプロンにて、プロキャリアスタート。2010年、サーベロテストチームに移籍。2011年、レオパード・トレックに移籍。2012年、ラカンソレイユ・ DCM に移籍。2013年、イオム・サイクリングに移籍。2017年、イオム・サイクリングの解散に伴い、 アクアブルースポーツに移籍。ブエルダー・エスパーニャ第17ステージにて、グランツール初勝利を決めた。2019年は CCC チームへの移籍を予定していたが、個人的理由から契約を解除し、2018年をもって引退。2019年のオルディックスキー世界選手権で、発覚したスキー選手のドーピングスキャンダルの関連で、血液ドーピングを行おうとしていたことが、 発覚しそうになり、その直前に自らドーピング未遂を告白した。2019年6月、2014年以降に血液ドーピングを行っていたとして4年間の出場停止処分が確定。2014年以降の成績は剥奪となった。オーストリア選手権優勝インターナショナル中輪面一周、U23 総合優勝、ステファン・デニフルのプロフィールプリサイクリングスタッツ。 ありがとうございます。